僕が大好きなザラメシ。愛媛県の東温市にはお菓子のポエムの秘密基地があります。ポエムを作っているところを窓越しに見学することができます。ちょうど行った時には小さめのベビーポエムを作っていました。出来たてのポエムを買うこともできますが、お店の中はポエムの甘い香りがいっぱいでした。ポエムは牛乳と一緒に食べると最高のおやつになります。それではいただきます。お相手はピコピズンでした。お父さん、牛乳これ熱すぎるんやけど。